Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day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 .2回油散歩始まりました。油といえばやっぱり揚げ物かなということで、勝谷さんにやってきました。おっと、いきなりの油の出迎え。揚げ物三昧の接客で店に入っていきます。と、勝谷さん初めて来たので、いきなり油の出迎えでちょっとびっくりしてますが、カウンターしかないのかなと思っていたんですけど、ボックス席もあって、お昼時とはちょっとずれた時間に行ったので空いていて、お好きな席どうぞということだったのでボックス席へ。メニューはこんな感じです。なんかいろいろあるなっていう感じなのでちょっと見ていきます。カツ丼が小竹バイトあります。なんかまあパーッと見た感じ全部カツですね。とりあえずいい油の食べ物がいっぱいあるなって感じです。おすすめセット、豚汁にサラダに、ちょっとヘルシーな感じ、あ、いらないです、ヘルシーはいりません。油散歩は油だけを食していくという企画なのでヘルシーさはいりません。豚骨ん、勝谷さんは豚だから豚骨のラーメンでも、なんかチキンカツ、チキンなんだ、そこは豚じゃないんですね。チャーシューは豚肉なのに、ね、なんでチキンカツ、まあ、よくわからないラーメンがあります。ようやく店員さんを呼ぶことができました。カツ丼の梅一つと、カツ丼の梅一つ、はい、あと三品で唐揚げお願いします。唐揚げ、はい、以上で大丈夫です。で、ちょっとカツ丼だけじゃ油足りないでしょということで唐揚げも頼んでみました。ここは水じゃなくてお茶ですね。お茶と湯飲みって感じで、こういう感じの店内で、私が行った時は空いてたんですけど、外国人のお客さんがいて、あの勝谷の店内で記念撮影をして楽しそうでしたね。これはソースですね。あとからしも、あ、これは私が倒したわけじゃないですよ。最初から倒れちゃってました。あの、ちゃんとね、やっぱ戻しておかないと訴えられちゃうかもしれないんでね、ちゃんと戻しますよ。はい、とりあえず見てますね。来るのか、私のカツが来るのか。おお、こっちか。外回りで私のカツ丼は運ばれてきました。なぜ外回りなのか。注文の時はね、内側から来たんですけど。初めてのカツ丼です。
プラス油にということで、あんずスペシャルセット、カツ丼 with 油。カツ丼の梅と唐揚げ2個注文しました。いただきます。とりあえずやっぱカツから食べていきます。おお、結構分厚め。美味しいですね、やっぱりさすが油。暑かったみたいですね。なんか玉ねぎが顎に来るっていうトラップに引っかかったみたいですね。玉ねぎトラップ。美味しいのか熱いのかちょっと忘れちゃったんですけど、足で表現してますね。ちょっと脇を開けながら食べるっていうのがあんずのスタイルなので、脇は締めるんじゃなくて脇を開けながら食べるのがポイントです。あ、カツ屋で一番人気なメニューについても調べてみたんですけど、第1位カツ丼、まあ当たり前かなって感じなんですけど、第2位ソースカツ丼ということでね、1位も2位もカツで攻めてきているっていうことですね。いい音、耳を澄まして。どうでしょう、唐揚げのサクサク感伝わりましたかね。カツ丼自体実はあんまり食べたことなくて、まず家で出されていたカツ丼っていうのはカツ丼って言われてたんですけど、丼にはなってなくて、カツとご飯こうバラバラで出てくる感じなんで、まあ正式にはカツとじ定食っていう感じだったので、こういうドッキングされたカツ丼スタイルは初めて食べます。結構タレがご飯にしっかりかかってるっていうのが斬新で美味しいなって。やっぱカツ丼のイメージっていうと試合の前日に勝つために食べたりとか、あと捕まった時に警察の人と一緒にポリスっていうのかな、ポリスと一緒に食べる食べ物カツ丼。やっぱ捕まった時はカツ丼を勧められるって私は思ってますね、ポリスに。立ち上がって発見したのは何かの漬物ですね。何の漬物なんでしょうね。これはまあ食べたところによると大根系かなっていう。なんか味は昆布の出汁が効いてて、あとピリピリピリ辛、なんか和風っぽい大根の漬物。あ、脇を開けて食べていきます。やっぱ丼なんで結構米が多いなっていう印象。脇を開けて食べていきます。やっぱ量が多いので脇を開けて食べていかないとなかなかね対応できないと思うので、カツがかなり分厚くて出汁も効いててすごく美味しくて、しかもお米もタレがかかってる部分とかかってない部分とこう2パターン楽しめる感じで、これタレがかかりすぎてべっちゃべちゃっていう感じじゃなくて、こう白米を楽しむ部分もあっていい感じですね。味も結構濃くて、卵も硬
硬すぎずふにゃふにゃすぎる、半熟すぎずってことで、これがカツ丼か。でもなんか油を私は求めて今日来たんですけど、やっぱ丼だから量は多くてボリューミーなんですけど、なんかあんまり油っぽさはなんかなくて、ちょっとヘルシー感あるなって、カツ丼はこうだしと卵で閉じてることによって油感がちょっと減ってるような。まあ唐揚げも鶏肉なんで、これもヘルシーな料理ですね。梅のカツ丼カロリーがですね、衝撃ですね。これはもう食べた後に見てしまったので本当にちょっとびっくりしてるんですけど、1127キロカロリーということでね。カツ丼って松竹梅とあって、私は梅を頼んだんですけど、さらに量が多くなるとこれは何が多くなっているのか気になってちょっと調べてみたんですけど、梅だと 80g のロースのカツが乗ってるんですけど、1個上の竹になるとここがね、カツのグラムが 40g 増えて 120g で、お米の量は変わらず梅と竹は 240g らしいですね。そう、松これに関してはですね、肉が倍ですね、2枚ついてきて、さらに卵も2個使うっていうね、米の量もちょっと多くなるみたい。最後の一口になってきたので、グググググって最後書き込みながら食べるんですけども、脇は開けていきますよ。脇が閉まってたらやっぱ書き込めないんでね、やっぱ脇を開けていくことでいい感じでね書き込めるっていうのがアンズスタイルですね。まあ、お腹はいっぱいに近い、いっぱいに近い感じですね。最後に食べたあの漬物をね一気に駆け込んだら辛くなっちゃって、ちょっと険しめな感じの顔してるんですけど、茶を飲んでお腹いっぱいって言ってますね。ごちそうさまでした。ふう、あ、こういうタイプのテーブルと椅子って、このソファー席と机のスペース感がちょっとないんで、立つ時にこういう動き、怪しい動きっていうか中腰で行かなきゃいけないじゃないですか。なんかもう初期型のロボットみたいな感じで、やっぱここですね、振り返ると豚骨タレのチキンカツ、このラーメンがどうしても気になっちゃってね、食べようかなって思ったんですけど、ちょっとお腹と相談したところ、まあ、厳しいとお腹が叫んでいたので今回は断念ですね。はい、また出る時もこの中腰スタイルで、おかしな動きで颯爽と会計に向かっていきます。いやー、とっても満足げですねこれは。第2回カツヤ油散歩いかがだったでしょうか。怪しいステップで、あ、軽快なステップで店を出ていきます。味の感想はカツがサクサクで油も乗ってて味もしっかりついてて美味しかったです。バイバーイ。